サンペドロ要塞はフィリピン中部セブ島セブ市に存在する両方式要塞。スペイン統治時代に建築されたもので、現在その周辺はセブ港湾地区独立広場となっている。サンペドロ要塞はフィリピン最古かつ最小の三角形の両方式要塞で、もともとはスペインのコンキスタドール・ミゲル・ロペス・デ・レガスピにより建築されたものである。 現在に残る石造りの要塞は1738年までに敵対するムスリム勢力からの攻撃に対抗するために建設された。ついで19世紀後半には要塞はフィリピン人の反乱に対する拠点として機能するようになった。サンペドロ要塞は初期のスペイン人入植者にとっての中心的な拠点であった。サンペドロ要塞は二面が海、一面が 陸に面する三角形の形状を持つ。海に面した二面は、大砲とその前面を覆う木製の柵で守られていた。三角形の頂点に位置する三つの両方には、それぞれら、コンセプション、イグナチオ・デロ・ヨラ、サン・ミゲルの名前が付けられている。要塞内の面積は2025平方メートル、防壁の高さは20フィート、厚さが8フィートで、高さ30フィートの塔が存在する。 外周の長さは1248フィート。各辺の長さは均等ではなく、都市に面した側には門が設けられている。14門の大砲が砲座に備え付けられており、その多くは今日でもその姿を止めている。要塞の建設はレガスピの指示のも1565年5月8日に開始された。しかしその後2世紀については、情報が少ない。 1739年に、スペイン語をフェリペ5世の要請を受け、知事ゼネラルタニョンが、セブ島の情報を報告した際に、この要塞の詳細が報告されている。ありがとうございます。